私の中にいるんだ、赤ちゃん。新しく開発されたナノ結晶体シリンダーの屈折率変化を利用し、複数の高出力高安定のレーザーを螺旋状に回転させる。シリンダー内のレーザー渦の中では重力場によって疑似的なブラックホールの外周領域が形成される。そこに中性子を投下し計測を行う。これで交流解釈による量子の時間を超越した波動が見られるかもしれない。まあ、分かりやすく言うとタイムトラベルの実験だな。タイムトラベル、時速88マイルになると車が火を吹くあれですか？そう。そして君の部屋の勉強机の引き出しから出てくるあれでもある。ああ。といっても今回過去に送れるのはバンチ、小さな小さな中性子の塊だ。中性子の塊を過去に送ったらどうなるんですか？過去を変えるということになる。過去を変える？そうなった場合現在の我々はどうなるか。エメレットの多世界解釈で考えると何も起きない。何も起きないのですか？別の可能性の世界が生まれても我々にはその存在を認識できないからな。進藤博士、急いでください。わかってる。で、話の続きだ。しかしコペンハーゲン解釈で考えると、過去が変われば観測するものによって可能性が収縮する。つまり素粒子単位に分解されてから再構築されることもあり得るわけだ。分解？死んじゃうってことですか？博士！そうかもね。どうした？吸盤モニターに分析結果を出してある。見てくれ。これは予備試験のバンチ注入に対して予測値を超えるエネルギーが発生している。数値から見ても反粒子の追消滅によるものだ。どうして反粒子が発生？原因は不明だ。しかし反粒子の発生は指数関数的に増大している。このままだとあと数分で素粒子レベルの追消滅じゃなくなるぞ。ああ、連鎖追消滅が始まればその爆発規模は試算したのか。9エクサジュール以上だ。半径50キロ以上、関東平野が壊滅するサイズか。ああ。緊急停止機構はどうした？停止スイッチを押しても電源管理システムが反応しない。100 99 98 97。なんでこんなことが。時間順序保護仮説、いや定理か。だとしたら厄介だ。進藤さん、何が起こってるんですか？進藤さんってのはやめてくれ。ん？博士、進藤博士。進藤博士、説明してください。全てが終わったら説明してやる。大丈夫、お前の彼氏を信じろ。あいつはアインシュタインの後継者と言われる天才だ。しらすけさん、緊急強制遮断。3、2、1、1、60、169、59、57、57。一旦逃げた方が良くないか。半径50キロが壊滅するという話です。逃げても無駄なのではないでしょうか。そりゃそうだが。心配するな。俺が何とかしてみせる。はい。何をする気だ。物理的に破壊して強制遮断する。バカな、危険すぎる。危険？みんなが吹き飛ぶ以上の危険があるが。だったら俺が行く。ダメだ、この責任者は俺だ。あの中に入ったらお前分解されちまうぞ。そうなる前に止めるさ。それに分解といっても因果律の外部に取り込まれるだけかもしれない。そうなったら救出方法を探してくれ。私、俊介さんに話さなきゃいけないことがあるんです。だから海が行った。できるだけ周辺で圧を下げろ。まずい。俊介さん、バカ、待て。ヒナ、ヒナ、待ってろ。すぐ開ける。何やってんだ、早く助けてやれ。ダメです、扉の電源が落ちています。手動で開けろ。86、85、86、85、86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 
ヒラ、じっとしろ。今そっちに行く。私が守る。私しかいないんだ。大丈夫、私が守ってあげるから。バカ、どうせ。もう時間がありません。やめろ、分解されちまうぞ。そうなる前に止めます。ヒラ、行くな。
バカ野郎。進藤博士、どうすればいいんですか。進藤博士。奥の太いケーブルだ。赤いテープのやつ。なぜ、ヒナを行かせた。シンゴ、なぜだ。23、22、21、22、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1。止まった。なんでこんな無茶を。私信じています。俊介さんが私たちを助けてくれると信じています。ヒナ。俺たちを助けるためにあいつが犠牲になったのか。カイ、すまない。本当にすまない。ん？何？そんな、間に合わなかったのか。つけろ。すみません。
こんにちは。お、おまわりさん、おまわりさんいませんか。痴漢です。ここに痴漢がいます。はい、私がおまわりさんです。ん？で、どこです、痴漢。痴漢はお前じゃ。いや、この子はきっと誘拐犯の一味なんだ。さっき交差点でも。ヒナ。何、お父さん。真実を。え？ロストホールの真実を伝えてくれ。私の代わりに。お父さん。ヒナ、ニュースキャスターになれ。真実を伝える女になれ。ロストホールの真実。決めました。
お気持ちは？うわ、なんですか？聞こえませんよ。もっと大きな声で言ってください。私は真実を伝えたいんです。はい、伝わってますよ、真実。だバカ、真実真実って何なのよ、あのリアクションは。それでもあんた女子アナなことでバラエティやってくると思ってんの？もっと面白いこと言えないわけ？例えばほら、聞いてないよとか。聞いてないよって面白いじゃない。ほらあんた言いなさいよ、聞いてないよ。あ、私使おうかしら。聞いてないよ、聞いてないよ、聞いてないよ。ちょっと聞いてんの？あ、はい。今までバラエティではいろいろとお世話になりました。聞いてないじゃん。何お世話になりましたって。あんた会社辞めるつもり？いえ、そういう意味ではなく。1年頑張ればニュースターミナル？知らないって哀れね。え？今度の改編期、新しいバラエティ5本、あんた全部レギュラーよ。5本？どうしてですか？私1年頑張ったんですよ。騙されたのよあんた。バラエティのプロデューサーなんてその場のノリで適当なことばっか言うんだから、信じる方がバカなのよ。それじゃあ私またバラエティをやらなきゃいけないんですか？そうよ、しかも5本ね。はい、ニュースターミナルに行けなかったお祝い。はあ、あんまりです。エッサーン、高校生ぐらいの女の子からのプレゼント、あんたのファンなんだって。プレゼント？これは…中身はチョコレートです。何ニヤニヤしてんのよ。ま、どうせチョコレートを食べてるとこでも想像してたんでしょ。バーガバーガ。中身はマイクです。何ニヤニヤしてんのよ。どうせニュースキャスターになった自分でも想像してたんでしょ。バーカバーカ。中身は鰹節です。削る前の鰹節です。おー、鰹節ね。鰹節はやっぱり本ガツオよね。昆布との合わせだし汁なんて最高よね。ってなわけないでしょ。おかしいんじゃない？バーカバーカ。ゆりかさん、ちょっと。あなたのものは私のもの。これ、昔の放送用テープですね。ゆりかさん、これを持ってきた女の子って…ゆりかさん？今、警備室で寝てるわよ。寝てる？なんかフラフラで倒れそうだったから少し休んでいくように言ってあげたんだけど。あ、彼かしら。ちょっと待ってて。行ったみたいだな。え？高井田さん、そこにずっといたんですか？いたといえばいた。
それより緊急事態だ。緊急事態？やらせだよ、やらせ、やらせ発覚。やらせ？でも、代わりのストック映像があるのでは？そういうこと言う？そういうこと言うかな、ひな。お前この業界何年いるの？1年です。知ってるよ、それぐらい。ストックなんかでお茶を濁したら、今日で打ち切り決定だっての。打ち切り？そうだよ、打ち切りだよ。俺の人生も打ち切り確定。まだ家のローンは残ってるし、子供はこれから中学受験なんだぞ。どうするひな、俺このままじゃ自殺しちゃうよ。自殺して保険金を手に入れちゃうよ。私？お前がスクープを取ってこい、ヒナ。私が？お前がだ。私、取材の経験はありませんけど。知ってるよ、それくらい。スクープを取ってきたら、俺がお前をニュースターミナルに引っ張ってやる。本当ですか？俺の目が嘘をついてるように見えるか？何迷ってんだよ！チャンスを逃してバラエティを続けてく気かよ。わかりました、高井戸さん。私、やります。スクープ取ってきます。